今回は石並べをしていきます。暗い部屋で男一人がガラスの容器の中に石を並べて何やってるのと思った方に少し解説すると、ガラスの容器の中に草や木、石を入れて魚を飼うことをアクアリウムと言います。アクアリウムをデザインすることをアクアスケーピングと言います。そして石や流木でしっかりとデザインの骨格を作ることをハードスケーピングと言います。それがこの石並べです。1年間悩んで買った90センチスリム水槽のハードスケーピングをしよう、そう思ったのが今から半年前でした。どんなデザインにしようか考えることがとても楽しい。水槽を新しく立ち上げることは毎回とてもワクワクします。今回90センチスリム水槽を買いました。初めての90センチ水槽です。値段は9500円です。水の量が60センチレギュラーと一緒で手軽にワイド感を感じられます。レイアウトのイメージは手前に化粧砂を敷いて真ん中に石をずらーっと山のように並べて、後ろに水草を植えていきたい、そんな感じです。よし、イラストを描いてイメージを具現化しよう。できた絵がこちら。ゴミということでこのサイトを使います。スケープイット、 Google でスケープイットと検索します。そうすると出てくるのがこのスケープイット、アクアリウムの未来、スケープイットっていうサイトです。 About スケープイットについて、開発者ルカ・フレンチャンチャンチャン、そんな感じです。はい、ということで早速始めていきましょう。これは無料で使えるレイアウトのサイトです。本当に無料で使えるってのがすごいことです。今すぐ始めるを開始しましょう。今すぐ始める、新規のレイアウト、ちょっと今回初見なんですけどどうですかね。なんかこの虫のマーククリックしようかな。虫、あ、不具合ね、不具合ありません。新規作成、まず幅を決めます。購入した水槽は90センチスリム水槽、幅が90、奥行き25、高さ30センチの水槽を作ります。今すぐ始めます。はい、出ました。これが空の水槽ですね。メインメニューに低床、バックスクリーン、レイアウト素材、水草とあります。低床はいろいろ選べるんですね。この丸を押すと、あ、すごいね、高さが変えられるんだ、砂の、すげー。はい、今回は手前を化粧砂にしようと思うのでこんな感じにします。で、低床、バックスクリーンは特に考えてない。バックスクリーンない、何でもいいや。で、レイアウト素材ですね。レイアウト素材はいろいろ選べるみたいですね。石、流木、すごい、いろいろ種類ある。流木は普通のブランチウッドとドリフトウッドね。ドリフトウッドが普通にある。タラワはタラワウッド、貴曜石、貴曜石の種類もあると。ドラゴンストーン、竜王、ドラゴンストーン、普通の川石もあります。で、フリークストーン、これは何だろう、ちょっと赤っぽい色の石、赤系溶岩石、ミニランドスケープ、あ、この辺はなんか見たことある。清流石か、これ清流石、清流石、清流石、清流石。で、今回はレイアウトは溶岩石でやっていこうかなと思ってます。で、山なりなんでね、どういうイメージにしようかなっていうのを考えながら、ちょっとこうやって石を適当にちょっと配置してボンボンって置いて、大きさもこれで変えられます。こんな感じで大きさね、変えられます。こうかな、これで回転で、背面へ移動。なんか同じ石なんであんまりあれですね、ざっくりした。いや、
山なりのイメージなんでね。どんな感じかな。よいしょ。こんな感じかな。なんかなんとなく できてきたね。で、まあ石はね大体ですよ。で、水草をね植えていきましょう。水草は赤と緑で手前にブセとかね並べていきたいんだけど、いろいろあるね。小中大活着系はあれかな、アヌビアスとか、あ、ブセとかすごいねあるね。じゃあ前景草から植えていこうかな。ブセ、ブセいっぱい使っちゃおう。なかなかね、ブセこうこんな感じでブセいっぱい使っちゃうよ。ブセは一応あの岩陰かね、岩の陰になるようにこう植えていきたいな。ブセこんな感じにしよう。ニューラージパールグラスとかあるのかな。絨毯状、あったあった、すごい。グロッソ、エラチネハイドロバイパー、エディオカルス、あ、これショートヘアグラスか。ショートヘアグラスとかあるね。すごいすごい。こう、あ、これね、これニューラージちょっと植えたいんですよ、あの岩肌に。アヌビアス7バルテリー、エキノブロッコレス、クリプトコリネ、ボルビティス、すごいね、いろいろある。ルドビジアレペンスルビン、今回これ使いたいんだよね。少しこの辺にルドビジアも入れよう。ルドビジアも入れたいね、この辺に。ロタラグリーン、ロタラグリーン、ポゴステモン、ポゴステモンか。見て、レイヤーツールのところどんどん下って、あ、後ろ、あ、これで後ろ入ったね。ロタラハラ、ハラは、ハラ真ん中にやっぱ植えたいよね。あと、あとルドビジアのニードルリーフとかどうね。ロタロドンリーフォリア、ルタラハラ、まあ水草の種類は何でもいいか、何でもいいんですよ、色はだいたい合ってれば。石はロックさせたい、石だけにロック。これロックしとくと動かさないで済むから楽なんじゃね。できた。20分もかかっちゃった。いいじゃないの、ね、これいいよね。ゲットスケープ、以下の器具が必要です。マジですげえじゃん、こんな設定でんの。2700ルーメン以上、ろ過は1時間に280リットル、肥料は上級、塩素必要、低床およそ3リットル。使った水草が出てる。石、使った石 17kg、 水草がいっぱい。照明、水草の光合成には適切な照明が必要です。特に多くの光を必要とする水草には強力な照明を用意しましょう。光量の目安はルーメン毎リットルで表記しています。必要な光量、1リットルにつき40ルーメン。まあ、これは RGB ライトなのか、それとも白色 LED ライトなのかで、またね、PPFD 変わってくるからね。うん、これはいいでしょう。こちらの水草、これらの水草は光の要求量は強い照明が必要です。ロタラ、マクランドラは強い照明が必要だと。フィルターは、68リットルの水槽なんで、200リットルパーアワーでいいの？水素フィルタースペック280リットルパワーは、肥料、肥料は多めですということで、上級ということで、まあアマゾニアを使いたいとこなんですけど、今回はソイルを節約して別のねメーカー用意しました。 CO2 は必要、これは炭酸ボンベあります、ミドボンがあります。ろ過上級、そんなに別に、ろ材バイコムとか必要ですか。はい、
レイアウト素材、定床。定床は水系の基礎となり、レイアウト素材は植栽とともに水系の印象を決定する要素となります。レイアウト素材は必要量よりも多めに購入することをお勧めします。配置を試行錯誤し、素材の取捨選択を重ねることでデザイン性が向上するためです。今回使用する石の大まかな重量は以下の通りです。定床の高さが1センチ、うん、まあ化粧皿だからね、薄めの方がいいよね。定床の使用量が3リットル、石の重量が 11kg、 結構あるな。 1kg あたり1500円か、結構高いんだよね。 1kg あたり1500円だから、 11kg 1万5000円もすんの。そんなにレイアウト素材使う。水草が育成する上で香料や栄養などの各栄養素を与えましょう。植栽量は多めなので育成難易度は上級です。ヘテラナンテラゾステリフォリア、ロダラグリーンナハラ、はい、が多めに植わってるよというような感じで、はい、ありがとう。レイアウト1、ハード、名前の変更、90センチスリム、いいんじゃない？ジャンと、いいね。はい、そんな感じ、いいじゃん。とりあえずこれを目標に作りたいね。はい、というわけでスケープイットアクアリウムの未来を見ました。アクアリウムの未来を垣間見ました。そんな感じです。というわけでまとめると、アクアスケーピングをするならまずはスケープイットでデモプレイ。以上です。これめっちゃハマりそう。奥行きがある水槽台ってなかなかないんですよね。現時点ではこの水槽台以外にちょっと考えられないです。かなりおすすめです。